フェンダーとは、自動車の部品、部位の一つである。回転する、タイヤ自体から、あるいはタイヤによる石、泥、水などの羽根から、乗員や歩行者を保護する役割がある。アメリカ英語であり、イギリス英語では、ウィングと呼ばれる部分に相当する。赤いフェンダーを持つオースチン10フェンダーは当初は、ボディから独立した部品であったが、1940年代末に、 フラッシュサイドと呼ばれるキャビンをフルアイズ化するデザイン手法が確立されるとフェンダーはボディの構造に取り込まれていき現在ではほとんどの車種においてボディと一体化したデザインが採用されているフェンダーはタイヤよりもずっと大きなサイズになっているがこれはボディとタイヤの接触を避けるためであるまた現代ではフェンダーが覆うのはタイヤの上部のみであるが 1940年代から1950年代にかけての一部の車種ではフェンダースカートのようにホイールまで覆い隠すようなデザインのものもあったホワイトボールタイヤにはタイヤ側面が縁石などに接触して汚れることを防止するためにフェンダーにカーブフィーラーが装着されるタイヤが何かにすられる前にカーブフェンダーが擦られて音を発することにより運転者に注意を促すもので 1950年代から1960年代に多く用いられた。アメリカ英語では小規模の自動車事故のことをフェンダーが凹む程度という意味でフェンダーベンダーと呼ぶことがある。フォーミュラカーに代表される一部のレーシングカーのように一切のフェンダー状のものが禁止されタイヤを剥き出しにすることがルールで定められている車もある。一方で フェンダーのことを日本語で泥避け等とも言うようにフェンダーが存在しないと水しぶきや泥しぶきが広範囲に飛び散る可能性があることから特に日本などでは車検の際に厳しくチェックされやすくタイヤが完全に隠れることが要求されることもあるそのため既存のフェンダーよりも太いタイヤを装着したりトレッドを広げたりする場合に ボディを完全に再生するのはコストを要することから、後述するオーバーフェンダーやブリスターフェンダー等と呼ばれるものを後付けすることで対策する。基本的には前述したように法令上の必要性に基づくものだが、エアロパーツとしての役割を意識した、スタイリングを重視した設計やデザインの製品もある。ありがとうございます。